主力を怪我などで欠く FC 東京、先発を4人入れ替えました。前半は F マリノスのペース。ピンチで初先発のムクハラが体を張りました。両チーム無得点で折り返します。後半は FC 東京が反撃、疲れの見えた相手を攻め立てます。終了間際、カボレのクロス、あと一歩届きませんでした。残念と上福監督、 FC 東京は勝ち点1に終わりました。